今日の説教箇所の聖書を,箇所を朗読いたします。「新約聖書ヘブル人への手紙」第3章1節から6節ですから ペンのめしに預かっている聖なる兄弟たち私たちが告白する首であり大祭司であるイエスのことを考えなさいモーセが神の家全体の中で忠実であったのと同様にイエスはご自分を立てた方に対して忠実でした家よりも 家を建てる人が大いなる栄養を持つのと同じようにイエスはモーセよりも大いなる栄光を受けるにふさわしいとされました家はそれぞれが誰かが建てるのですがすべてのものを作られたのは神ですモーセは後に語られることを証しするために神の家全体の中で ししして忠実でしたしかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でしたそして私たちが神の家ですもし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのです今朝はヘブル人への手紙の3章を見ていただきました実は 長く読んでいただいたんですけれども、時間の関係でメインでお話しするのは三章の一節。ですから、天の飯に預かっている聖なる兄弟たち、私たちのことですね。私たちが告白する使徒であり、大祭司である、イエスのことは考えなさい。よく考えておきなさい。で、六節。しかし、キリストは、 としして神の家をめめるたたに充実でしたそして私たちが神の家ですと私たちが神の家もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのですと説教のタイトルは希望による誇りを持ち続ける誇り高きキリスト者ということで短くお話をいたします 元旦礼拝から数えると7回目になりますけれどもあの元旦礼拝では人とは何者なんでしょうとそこから始まって人のことはすなわちキリストとは何者なんでしょうということをずっと学んでまいりましたキリストは誠の神であられるのに人の形をとって私たちの兄弟となってくださったこれ前回学びました私たちの罪を担うためだけでなく 私たちの代表となって死をもって死を打ち破り神の子供としてくださりご自身に信仰をもってつながるものを皆神の栄光に導くためというのは十節に書いてあります二章の十節神の栄光に導くためにキリストはこの世に来てくださったそれで申し上げたことはキリストはいつでもあなたのためにです 私たちのために存在しておられるのがキリストですね。ヘブル書を理解するときに人の子キリストとは一体何者なのでしょうという疑問から始まりましてこの,この方に自分の人生の焦点を合わせていく合わせて生きていこうという一貫したメッセージが聞こえてきます。でこの方に焦点を合わせていこうという時は やっぱりこの方を中心に世界を見ていくというものの見方がとても大切です。ですから二章の九節の時に学びましたよね。二章の九節ちょっと移しますね。ここにごめんなさい。ただ見つかりよりもわずかの間低くされた方。 すなわちイエスのことは見ていますとイエスのことを見る、まあ、人生この世界さまざまなことがありますいろんなことに判断を求められますしかし私たちはひたすらイエスのことを見るということですねで今日ご覧いただきました三章のこの一節は この聖なる兄弟たち私たちが告白する使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいですでこの「考えなさい」という言葉はギリシャ語でカタ「肩、えっと」「のえ王」です「ノエ王」っていうのは考える「カタというのは協調語で「じっと」考えるですからじっくり考えなさいキリストのことをあなたの人生の中でじっくり 考えなさいというメッセージですね。他にもありますけれども、時間が許しません。ですから、そこで代表的な12章の9節これは開くの2回目になりますけれども、これも見ておきたいと思います。12章の9節ですね。ここに聖書を開きました。ごめんなさい。12章の2節ですね。信仰の 創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいという先ほどの2章の9節のこの方を見なさい3章の1節のこの方のことをよく考えなさいそして全部まとめて12章の2節の信仰の完成者であり創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいです。 イエスを見るという時にこのイエスはあなたの信仰の創始者ですよとそしてなおかつ完成者ですと自分の信仰がどこから始まったのかそして自分の信仰の人生が最終的にどこに行くのかそのこと全てを導いてくださるイエスから目を離さないようにじっとひたすらイエスを考えるように。 キリストの素晴らしさという漠然としたことだけではないですその大祭司である働きが一体どのようなものなのかこの方が私たちを救うのですからこの方が私たちを導き助けるのですからこの方から目を離さないこれがヘブル人への手紙のメインのメッセージですで今日はですねちょっとあの違う視点からお話を いたしますで6節にかかるんですけれどもヘブル人への記者はもう少し具体的にこの手紙を読んでいる読者の置かれた状況をよく知っているんですね。読者の状況というのは当時ローマ帝国は迫害の最盛期でありましたローマ帝国の迫害の中でユダヤ教徒はローマ帝国の公認宗教ですから迫害されることはありません。 ただユダヤ教の中からイエス・キリストを信じてキリスト教になった人々同じ神なんですけれどもキリストの十字架を信じてキリスト教になった人々だけが迫害を受けるそういう中で当時のクリスチャンにはユダヤ教に戻ろうとかあるいは当時のユダヤ教が教える天使に魅力を感じる人々が多くいましたそういう中でヘブル人への手紙の記者は 圧倒的にキリストのみを考えあなたの信仰はそもそもキリストに始まりそしてキリストにおいて完成されるんだということを見続ける考え続ける自分の人生の中心点をキリストに合わせるということを強調していくわけですよね私たちの生きている世界はこのキリストから目をそらすために まあ、ローマ帝国の迫害ではないですけれどももうさまざまな流れがありますですから聖書の2章の3節を、えー、2章の2 1節を見ていただきますとねこうありますでしょうヘブル人のの手紙の2章の1節こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め押し流されないようにしなければなりません。 押し流されないようにしなければならないということは、いつの間にか押し流されている。私以前この話はだいぶ前何度もしたことがあります。私はあのカリフォルニアではなくニュージャージーに住んでいました。で、ニュージャージーに日本からお客さんが来るために車で九時間連れて えとナイアガラの滝を見に行きましたナイアロの滝っていうのはあの世界三大幕府の一つで私はそこしか見たことないんですけれどもカナダから側から見るとすごいんですよね。でその滝もすごいんですけれどもそこから1 0キロ先になんと滝が落ちたその川がですね90度に曲がるところがあるんですね90度に。 それはそれは広い幅で絶壁のまま滝からまっすぐ1 0キロ走って90度曲がるんですよ。その上にロープウェイがついてましてそれであの向こうの岸壁まで行って戻ってくるっていうのは当時2,000円ぐらいで乗れたんですね。で私はナイアガラの滝を見る以上にその直角に曲がるっていう その場所がとても好きでしたものすごい量の水が直角に曲がるんですからそこでももう一つ大きな大きな渦ができているんですね。最初に行った時にですね私はナルトの渦のようなものを想像していましたので。 あのガイドの人にえ「大したことないね」っていう話をしたんですねで日本にはナルトの渦っていうのがあってそこはもう,こうあらゆるところの竜巻がこう回っているんだとでもここから見ると何も回っているようには見えない実に速やかに全ての水がです、ね、直角に曲がっているというふうにしか見えないそしたらですねガイドさんが「いやそうでもないんだよ」 あの滝から落ちてさまざまな葉っぱや流木であの90度に曲がる地点で下に沈まないものは一つもないんだよと一つもないゆっくり見えるかもしれないけれども浮いている全部のものは一旦下に沈む引き込まれて上がってくるものもあれば上がってこないものもある。 世のの中といいういうううはそもんだと思います私たちの生きている日常というのはふと考えれば何も動いてないかのように見えますけれどもしかし流されないように気をつけなさいという言葉にありますように流されてないいいなな人人は一もですこういう厳しい状況の中にヘブル人への手紙の読者たちはいる。 ですから実はヘブルジーへの手紙の中には厳しい言葉がたくさんあるんです。温かい言葉だけでなくして例えば2章の3節見ていただきます。これも共に学びましたよね。2章の3節にこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合私たちはどうして罰を免れることができるでしょうかと処罰を免れることができるでしょうかと。 ないがしろにするっていうのは注意を払わないっていうふうに言われると私たちはしょっちゅうこの素晴らしい救いをないがしろにしてますよねまるでその度ごとに私たちは処罰を免れることができないかのようにこう脅されている雰囲気になるんですイエス様はおっしゃいました私のところに来るものを私は絶対に捨てませんとおっしゃいましたよね 誰でも疲れている者重荷を持っている者は私のもとに来なさい私があなたを休ませてあげますというイエス様の圧倒的な招きの言葉そしてさまざまに罪深き者さまざまに病んでいる者悪霊を宿している者をイエス様両手を広げて迎え一緒に食事をしザーカイの家では泊まっておられますでしょう。 イエス様と一般の人々イエス様と罪深い一般の社会では非常に底辺にあると思われる人々との接触はもう頻繁ですよところがこういうヘブル人への手紙を見るとですね救いをないがしろにしたら処罰を受けるとかまたしばらくしたら厳しい言葉が出てきますで、 簡単ににに考えままますすすとねここういうふうに言ううううういいいいふふう言言人人ももイエス・キリストの時代とその後迫害の中で「新約聖書」が書かれた、まあ、紀元70年80年は時代が違うとだんだんキリスト教が道徳宗教化してそして厳しい教えが登場するっていうのは歴史家から見た視点ですね。 私たちは歴史家として聖書を読んでないです。現代にも語りかける神の言葉です。ですから、優しい、柔らかな、本当に哀れに満ちたキリストばかり読んでると、私たちはこういう厳しい言葉を避けるようになってきます。でも、覚えておいてください。聖書をよく読みますと、必ず厳しい言葉には、 その理由があってまたその厳しさを和らげる言葉もあるんですねそれを前回前々回ですかね紹介いたしました4節ですね4節その上神もしるしと不思議とさまざまな力ある技によりまた御心に従って精霊を分け与えてくださる賜物によって救いを明かししてくださいましたとあるように 神様がご自身の力を私たちに示してしるしと不思議とさまざまな力ある技を示すことによって救いをないがしろにしていくような私たちをご自身のもとに引き戻してくださる全てのことが順調でありますと私たちはついつい福音のことを忘れてしまいがちです。 あるいいは自分の罪深さを忘れてしまいがちですでも私たちの人生にはさまざまな出来事が起こりますそして自分の弱さを嫌というほど体験しますその時神は不思議と印奇跡を持って力を持って私たちの信仰を引き戻してくださるという約束もついていますですから厳しい言葉ばかりに注目すると これもまた良くないです優しい言葉ばかりに注目するのも良くないし厳しい言葉の意味を知らないのも良くないです、まあ、正直言いますとねカルトの教会に行きますと厳しい教会言葉ばかり引用されますよだからしっかりしろとだからちゃんとやれだから奉仕の義務を果たせと出ないと 処罰され救いからら落ちるぞというようよな言葉ばっかかりを聖書から引用していくんですそうするともっと頑張らなければもっとちゃんとしなければキリストの十字架に安らぐという平安よりも機関車のように前へ前へと奉仕に出ていくようなキリスト者の人生というのは私は惨めだと思います。自分の努力なんて 神様ののれにに比べればに等しきものですよ私たちは自分の努力のゆえに神様に認めてもらうのではない私たちの小さな信仰と愚かなこのキリスト社の人生でも主はしっかりと私たちをとどめてくださるというお話を今日は残りして終わりにしたいと思います。今申しし上げましたのは イエスを見続けることの大切さですね目を離さないでもよく考えなさいとかよく見なさいとかねあなたの信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとかそれってあんまりこう修行ではないですよねイエスを見ていなさいっていうのは そんななに大きな努力ではないでもすごく大きくて例えば福音書の中で湖の上を歩いたペテロの話を思い出します。大胆に踏み出してイエスに近づいていくんですけれどもしかし波が高くなった時にその波に目を奪われてイエスから目を外すすると彼は溺れそうになりますでしょう。 その時イエス様は彼を引き上げて信仰の薄いものよとこうおっしゃって助けてくださいましたイエス様はその時信仰の薄いものよお前なんか溺れてしまえとはおっしゃいませんでした薄いものよと言いながらもイエス様は引き上げてくださるお方だということをやっぱり心に留めておいていただきたいと思うんですよね私たちの教会で 礼拝があり賛美があり祈りがあり大した力量が求められているわけではないんですただキリストを見続けるために私たちはやっぱり賛美を歌う自分の信仰がどこから始まりどこへ行こうとしているのかっていうのを確認するために私たちは祈り賛美を歌い聖書を読む アメリカの有名なな先生からここんな証を聞いたことがあります。大きな大学に講演に招かれて講演が終わってゲストハウスにあの一晩泊まることになったでビクトリア朝の非常に古い大きな屋敷で寒くて濡れていてその大きな屋敷に一人で全部の電気をつけるのはもったいないつけてもそんなに明るくはないなんとも薄気味悪い 雰囲気にあの背筋が寒くなったとおっしゃっていました。部屋に落ち着いてもその雰囲気は取れない。そこで部屋を歩き回りながら、あの御言葉を復唱したっていうんですね。で彼の証は、ちょっと言いますけど、私はびっくりした。部屋の中を歩きながら、たくさんの御言葉が次々に出てくる自分に驚いた。 これはイエスをいつも考えいつも見ている人だからそういう状況になったときに御言葉が次々に出てくるわけですよね御言葉が全然出てこないという場合もあります私も急にお祈りをお願いされて祈りながら祈りながら考えるんですね 今の状況において一番適切な御言葉は何だろうかと思いながらきちっと出てこない場合があります。「御言葉をください」と言われて一生懸命聖書を開くんですけどこの言葉一体どこにあったのかなと思ってパパパパラパララパラめくる時もあります。まあ、今は検索がありますからねちょっとググれば一発でその御言葉が出てくるわけですけれども。 見言葉がどれくらいあなたの心に蓄えられているかっていうのはイコール私たちがどれほどイエスを見ているかどれほどイエスを中心に置いているかというところにかかるんだと時には私たちは薄気味悪い部屋に泊まるようなこともあるのかもしれないでもそんな時こそ自分でも驚くほど 見言葉が次から次に自分の心から出てきたというような人物になりたいですね。それほどイエスのことをじっくり考えイエスを仰ぎ見るような自分でありたいと思います。さて2番目これで最後なんですけれどもこれがあの今日のメインのお話です。3章の ちょっとページをまたぎますから難しいんですけどねちょっと写していただいてこういうふうなんですね三章の六節にこうありますねしかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でしたそして私たちが神の家ですと私たちが神の家なんですこの私たちがそしてこの私たちが神の家であるために このページをめくると出てくるように私たちには確信と希望による誇りを持ち続けせいかねばならない私たちがキリストにある救いの確信と希望による誇りを持ち続けさえすればあなたは神の家ですという神の家ですと この希望による誇りを持ち続けるというのがどういうことなのかということに私は先週心が止まりましたのでそれをお話しして終わりにいたしますあの3章の1節に天の召しに預かっている自分っていう言葉がありますよねあなた方は天の召しに預かっている天の召しに預かりあなた方は神の家でありであるが故に 革新と希望,の希望の誇りを持ち続けろと先週ですね、水曜日にあの双子新地の施設に入っておられる石井博さん、お尋ねいたしました、コロナ禍で全然入れてもらえずに、でもお嬢様がです、ね、あのそろそろ施設を移らなければいけない。 で礼拝にいらっしゃいまして、えっと、奥様が教会墓地あの高津教会員で教会墓地ですからあのお父さんの方もこちらでやっていただきたいお嬢様はあのカンバーランド長老教会という大きな教会の教会員なんですねでも両親はここでよろしくお願いしますということだったんですコロナ禍以前からも あの久保倉さんが訪ねてくださったり横溝さんが電話をしてくださったり石井さんんとのコンタクトを失っったたわけでではなかったんです、まあ、毎週、週法と説教原稿を送り、まあ、手紙も何回か書くわけですけれども私はあまり上手に石井宏さんを勃会できなかったと実は反省しています。 まあ、そもそも稽古のように手紙を書く人間ではないですし母がですね昔私に牧師になりたての頃によく言ってました教会は水やりが大切だと種をまいて芽が出ればいいっていうものではない教会は水やりが大切なんだとよく言ってましたでも私は教会に置いてくださった田中さんの鉢でさえ 水やりができないわけですから魂を枯らしてしまう蜂を枯らしてしまうような人間ですので、まあ、そういう意味で石井さんにおい味を感じていました奥様と二人で晩年になって双子新地の施設に移られたんですよねそこから石井さんは奥様の信仰のために礼拝のために車いすを押して毎週来ておられましたけど石井さん自身は 一度も教会に入ることはなかったんですよ何年間こう押してこられるんですけれどもご自分は入らないんですねでやがて帝京病院に長期入院されて奥様が召された時にご主人は「私が家内の代わりに来ます」と言っていらっしゃって洗礼を受けてなかなか立派な方でありましたでも教会に来ておられた。 時期っていうのは多分三年ぐらいだと思います。なかなか足が上手に上がらなくなって、まあたくさん段差がありますので、そこにあのつまずくと怖いのでということで礼拝に来なくなりました。そしてコロナですよね。今年に入って石井さんからお手紙をもらいました。 でいつも教会の皆さんにお祈りをいただいていることを感謝しますということと、えっといた,だいたその聖書のめ言葉はいつも書いて声に出して読んでいますっていうでも見て見たことないですからどうやって書いてんだろうとかどうやって読んでるんだろうかと思ってまあ興味もありました。行っってててお部屋に入ってそして 看護師さんがちょうど川崎の教会の信徒さんでしたから私も一緒に祈っていいでしょうかということであの3人で見ました石井さんはファイル持っておられてそのファイルに修法の切り抜きが貼ってあるんですよそれで説教で気に入ったような見言葉を全部ノートに書いておられるんですよねだからノートには 聖書の御言葉だけが100ぐらいあるんですかねそして隣のお部屋に迷惑にならないように私は毎日声に出してこの聖書の言葉を読んでいますと代わり際にもう一人の介護士さんと一緒にエレベーターでしたでその方がおっしゃるには石井さんはよくお風呂に入れると賛美歌を歌うんですと。 教会で歌った賛美歌の一部を覚えておられるようでよく歌うんですっておっしゃったんですね。私はものすごく幸せになりましたなぜかというとですね自分として十分に墓会できなかったなっていう負い目がありますそして信仰年限が割と短かったんじゃないかという負い目もあればコロナ禍で きちっとあの訪問もできなかったしお会いできなかったし私は石井さんがどんな職業についておられたのかどういう人生を送ってこられたのかそういうことも何にも知らないんですよ。でも聖書にありますよね「育つるは神なり」と。神様はああいうふうに育ててくださっているんだ。教会というのは 私は希望を失っているわけではないですけれどコロナ禍で失った方々もいらっしゃるはずです三年間一度もコンタクトのない方々もいらっしゃいますもんでも石井さんのように一度もコンタクトがないにもかかわらずまあ最近お手紙いただきましたけれどもどうしてるんだろう石井さんどうしてるんだろう石井さんという状況の中で私たちが送り続けた修法と説教の中から きちっと聖書の御言葉を書き出してそれをファイルにして毎朝読んでいるっていうのは一体何なのかそれは希望による誇りを持ち続けている姿ですね時々自問自答しなければいけないです私にとってキリスト者としての誇りってあるんだろうかって何にもありませんそんなはずないですよ そんななはずない。イエス・キリストはあなたの信仰をどこかで始めてやがて完成してくださるその途上において私たちにとって不十分なことは山ほどあるでもこの方は「育つるは神なりですけれども私たちの信仰をどこかで育ててくださる」「不思議と印を持って私たちのために証しをしてくださる」 私はいつもあなたのそばにいる私は決してあなたを捨てないあなたがたとえないがしろにしたとしても私はあなたを取り戻すよっぽどイエス様にとって私は大切な存在なんですよそれを忘れない聖書が言うんですねあなたが神の家ですとあなたの内側にイエス・キリストは住んでおられます その誇りを捨て去ったならば分からなくなってしまったならばあそれは流されるよねと流されない人はどういう人なのかそれはキリストに対する確信と自分がキリスト者であるという希望による誇りを持ち続ける人でありたいと思います。お祈りをいいたします恵み深い天の父なる神様 大した誇りりもありませんしかし石井さんのような本当にわずかな水しかあなたから頂い,いてなかったかのようでありでもそれをしっかりと吸収すればあそこまで誇り高きキリスト者になれるのかと考えさせられます。日頃からら多くの恵みをいただきながらも 圧倒的な世の流れに沈みそうになっている私たちをどうか憐れんでください。そして私たちのうちに誇りを取り戻させてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。